今日も誰かのヒーローにジャスティスターです。本日の任務、カシガイ伝言ゲームアニメバージョン。はい、ということで何度もやってきたこのゲームなんですけど、はい、今回はアニメバージョンでございます。今回そのお題の部分がアニメのキャラクター限定ということで、はい、ということで皆さんどうですか？自信とかアニメのキャラクター、漫画とかアニメ結構見てる？みんなどう？見てるね。見てる。いや、漫画も好きなんですよね。そう、見てるっちゃ見てるんだけど、あんまり王道見てないから。逆にどの邪道を見てんの？邪道ではないんだけど、ね。例えば何？でも例えばだからワンピースとか、うん、ナルトとか、あ、王道有名なやつを見てこなかった。あ、俺も一緒。スポーツ系を見ちゃうな。例えば。メジャー、はい、うん、ダイヤのやつ、ダイヤのやつ、ドカベンね、出てるから。あ、ドカベンね、出てない、見てもない。巨人の星の星出てる。巨人の星出てる。見てない。で、ヒューはどんな感じなの？俺でもワンピースも見たし。そうだね、結構見てない。アニメだ、トリコだってこの間めっちゃ見出したよね。でも王道はちゃんと見てる。確かに俺も王道全部見てるから。なんか逆に、だってさ、ドラゴンボールが昭和からさ、ずっと今まで継がれてるわけじゃん。見ないってことはなんで？だってこんな疲れたところが名作とか確定してるんですよ。まあでも俺からすると、うん、もう見ようと思った時にだいぶ進んじゃってると、あー、なるほどね。なるほどね。ドラゴンボール行くのは結構難しいでしょ。確かに関数が多いともう見る気にもなんないとか。俺ちなみに中学校の時ワンピース翔太からさ、ちゃんと1週間に10巻ずつぐらい借りて、それで見てたんですか？そうで、今ないですよね。そうアニメじゃないと無理。え、アニメ？めんどくさい、めんどくさい。え、漫画、え、どっち？アニメ、漫画、アニメで見ちゃう。アニメやばくて両方いけるんだよ。とりあえずまあ僕らはみんなある程度は知ってるし、あと王道のっていうのあるじゃないですか。国民的アニメっていうか、みんなが殿堂入りしちゃってる。そういう系のやつもどんどん出していって、はい、まあ頑張って全員正解を目指していきましょう。はい、それでは任務へレッツゴー。最初の回答者はコウキです。はい、ということでどうですか、自信ありますか？あります。理由はなんで？最初だから簡単なの来い。よし、行きましょう。じゃあ、はい、はい、じゃあ目隠しお願いします。何をお求めでした？じゃあお題お願いします。最初はまあこっちで。はい、似てるね、ヒューにね。ヒューに似てる。マジ、それもヒントになってる。もう分かったんじゃない？じゃあ、いきますよ。せーの。坊主の男の子、緑の服着てる、かすかで吠えたい、クリリン。あはははは、次の回答者はヒューです。イエーイ。はい、では頼みますよ。当ててくださいね。僕がやるのはこちらです。おほほほ、オッケー、いいやつ来たね。オッケー、よし、行きましょう。はい、ということでヒュー、これは、ちゃんと最後までちゃんと聞いた方がいい。そうしたら行く。合気でね。そう、合気が大事。とっさに来るから気をつけて。行きますよ。行きます。さあ来い。せーの。主人公のパパ、捨てしないサラリーマン、足めちゃ臭いよ。野原ひいち。どうやらいいか、足めちゃ臭い。主人公のパパ、主人公のパパで、出世しないサラリーマン。で、まあ、足臭いがもうだから決定的だったよね。もう数あるキャラクターの中で最強の、ね、うん、素晴らしい正解。いいね、いいね。次の回答者はライブです。お願いしますよ。もう僕何でもいけるで、全知全能の神ですからね。マジ？そうです、全能様って呼ばれてますから。全能様、うん、宇宙は消すよって。おお、なるほどね。なんかいいとこ行くね。ガチ？ああ、でも
難しいかもちょっと。いや絶対当ててやれ。ヒント頼むじゃん。じゃあお願いします。せーの。素顔がイケメン二刀流。二刀流のシシかぶって。はい、イノスケ。イエーイ。おーれで、俺なんかわかんない、怪盗キットが出てきた、まず、はい、あで、二刀流で意味がわかんないのやばくなった、まず意味がわかんないので、で、その、なんか、イノシシ被って、だからもうイノスケだと、危ない、はい、正解。これはまあ余裕でしたね。ちょっとその惜しい、痛い痛い痛い、どっちかというとイノスケだって。誰が足立馬善逸や、かっこいいけど。続いての怪盗者は、ナウです。ということで、ナウ君、じゃあ、目をつぶってください。簡単なのじゃないんだよ。なお、もっとヘッドバンドつけてんだろ。お前、自分のでもいいやから。おう、はい、ということで、じゃあ、お題お願いします。はい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 。なんか、俺は国民的ですよね。チラチラ見えてるけど、すでにもう。あ、ちょっと、マジで頼むで。マジちゃんとしたヒントがいいよ。よし、いや。せーの。巨大な男。緑のアフロ。名前はヘイゴロ。カメヤマまず、最初も何つったかもわかんない。巨大な男。巨大な男で、あ、これ俺のわかんない答えだと思って、マジで。で、その後に、緑のアフロ。緑のアフロ。で、わかった。もう、わかった。え、名前のヘイゴロわかった？わかるわかる。わかる。わかるんだ。わかるさ。ナイスダボール。ダボール。続いての回答者はショートです。はい、頼みますよ。じゃあ目隠しお願いします。じゃあお題お願いします。じゃあこれでいきます。はい。おい、いきますよ。はい、いくよ。せーの。青紫のもじゃもじゃ。おねえのキャラクター。ヒーハー。あ、誰？ヒーハーだから、小杉だから、あー二万個だー。はい、やめたー。ヒーハーなんて言わねえよ。言わねえよ。言わねえよ。はい、言うよ。どこで言うんだよ。見ていいって言って勝手に。言ってんの、そんなの夢じゃねえよ。言ってんけど、もうちょいあるだろう。はい、でもアウト。せーの。そばかつの追い込み頭、ちっちゃい帽子。どれ、それ。危ねえ。何すか、ウェイツエイジなんて。ウェイツエイジなんて、わかるか。